皆さんこんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン岡本です。今回で東方沿線に関しては最後まで説明したいと思います。ちょっと駆け足になるかもしれませんけど、大王の生き様をぜひ一緒に見ていきましょう。ということで、前回は東方遠征軍の内部で起こり始めた混乱と2つの重大な事件について説明しましたけど、そんな内部の混乱を抑えつつもアレクサンドロスの旅はまだまだ続きます。彼が最終的に引っ返した場所はどこかっていうのは、確かこのテーマの一番最初で言ったと思うんですけど、インドなんですよね。ここら辺まではペルシア帝国の支配下にあったと思うので、とりあえずペルシアの半島内は冒険しようという気持ちはわからなくもないです。ただインドに行く前にですね、ここから2つほどアレクサンドロスにとって大事な戦いがあります。一つはソグディアナ攻防戦というんですけど、ソグディアナというのは今のウズベキスタンのサマルカンドあたりですね。サマルカンドとかね、超行ってみたいんだけどね、旅行に。まあアレクサンドロスと関係ないんですけど、イスラームの遺産がいっぱい残してね、レギスタン広場っていうところに綺麗な建物があるんですよ。まあそんな話は置いといて、ソグディアナ攻防戦何が重要かというと、戦闘規模は全然小さいんですけど、この時にアレクサンドロスは奥さんを捕まえるんですよね。対戦相手だったソグディアナの豪族の娘で、名前をロクサネと言います。ロクサネはどうやらめちゃくちゃ美人だったらしくて、大王の一目惚れだったようです。ただこの時大王はもう27歳なので、当時の一国の主としてこのタイミングで初婚っていうのはとてつもなく遅いですよ。まあそれだけアレクサンドロスは戦闘に夢中だったわけですけど、ここでようやく愛する女性と出会えたと。よかったね、アレクサンドロス。こうなると気になるのがヘファエスティオンですよね。大王の恋人だったけど、ヘファエスティオンは嫉妬で気が狂ってしまうのかっていうところですけど、実はヘファエスティオンはロクサネの姉か妹、まあ、血がつながってるかどうかも分かんないですけど、アマストリネという女性がいたんですけど、この人とヘファエスティオンは後々結婚します。なので大王とは今後も親戚として仲良く関係を持つわけですよね。でその生涯の妻を手に入れたソグディアナ攻防戦と、もう一つ大王にとって大事な戦いが巨大な岩山のアオルノスというところで起こった戦い、まあ、場所はよく分かってないらしいんですけど、とりあえずパキスタンのどっかにあると。アオルノスはめっちゃ険しい山で、自然要塞的な感じで、ギリシア語であまりの高さに砦さえ上がれない場所っていうのを意味するらしいんですよ。そんなところに住む住民と戦うのはだいぶ大変そうなんですけど、アレクサンドロスはぜひ戦いたいと言い出すんですよね。なぜかというと、実はここあのヘラクレスですら落とせなかったという伝説があるんですよ。ブケバロスの時もそうですけど、やっぱり人ができないというものはチャレンジしたくなる気質なんですよね。しかもあのヘラクレスですから、それはアレクサンドロスは挑戦したくなるわけですよ。で結果的にこれを落とします。これでね、もうアレクサンドロスはヘラクレスよりもすごい英雄であることを証明してしまったわけですよ。ヘラクレスよりすごい英雄ってことは、もうギリシア神話の全ての英雄よりもすごいってことですからね。ここまで来ると次に挑戦するのは何になるかというと神ですよね。ってことでアレクサンドロスの神格化はこの後起こるわけなんですけど、それはまたそのうち説明するとして、奥さんも最強英雄の称号も手に入れたアレクサンドロスはついにインドへ到達するんですけど、ここで古代インドの王ポロスという人物と戦うことになります。ヒュダスペスカハンの戦いというんですけど、これは東方遠征の最後の大きな戦いとなります。ポロスはね、誰よせよりも全然いい勝負するんですよね。戦闘規模でいうとアレクサンドロス軍とポロス軍は大体同じぐらいなんですよ。同じというか、むしろポロス軍の方がちょっと少ないぐらいなんですけどね。ダリオスの時なんて100万だからね、アレクサンドロス軍の20倍ぐらいの戦力構えてもボロ負けするぐらいだから、ポロス軍余裕で負けそうと思いきやですね、アレクサンドロスの約4万人ぐらいの兵のうちなんと4000人ぐらい死ぬんですよ。それに対してポロス軍は3万ちょいぐらいの軍で、死者1万2000人ぐらいなので、まあ被害は甚大っちゃ甚大なんですけど、でもダレイオスの軍に比べたらね、ダレイオス軍はアレクサンドロス軍の10倍ぐらいの被害出てましたからね、いつも。でこの被害の大きさはね、ちょっとアレクサンドロス軍を困惑させたんですよ。ポロス軍の戦力を具体的に言うと、歩兵3万、騎兵2000、戦車300台、象200頭だったんですよね。アレクサンドロスはこの戦いの後もさらに東へ進もうとしたわけですけど、その進んだ先にはなんとインド軍が歩兵20万、騎兵8万、戦車8000台、象6000頭待ち構えているという話があったんですよ。
ちょっとね、絶望的でしょう、さすがに。今苦戦した相手の10倍ぐらいの戦力が待ち構えてるわけですからね。これが遠征軍の兵士たちの心を折ったという話もあります。なので、ポロスは大王に負けはしたんですけど、ポロスが奮闘したことで歴史を大きく変えた可能性がありますよね。ポロスはダレイオスと違って、周りの兵士がどんどん倒れて自分に攻撃が来るようになっても、最後の最後まで像の上で奮戦し続けたらしいです。で、アレクサンドロスはね、やっぱ感動しちゃうわけですよ。敵だったけど。ポロスの奮闘ぶりにも心を打たれて、戦いの後にね、ポロスに聞いたわけですよ。何か望みはあるかと。で、ポロスは一言、王として待遇しろと言ったんですよね。アレクサンドロスはこれにはもう満額回答で、ポロスの領土を安堵してあげて、むしろ今まで以上の領土をあげたんですよ。で、この後アレクサンドロスとポロスは、お互い友人として接するようになったということです。ということで、インドの戦いが終わって、最初に言った通りね、この後引き返すことになるわけなんですけど、大王はでもそれでも東へ進もうとしたんですよね。じゃあさらに東へ進もうとした大王がどのようにストップをかけられたかというと、幹部だけが集まる会議で側近の一人に言われるんですよね。もう疲れちゃったよみんなって。一回帰って、あとはもう一回元気の有り余った兵士を、若い兵士を連れて、そしたらもう東だろうと西だろうとどこへなりとも好きなところに行ったらいいじゃないですかって。これはね、ちょっとアレクサンドロスはショックですよね。非常に温度差を感じますよね。結果的にアレクサンドロスはこの意見を受け入れるんですけど、この後ね、結構、なんていうんですかね、ふてくされたような行動をするんですよね、アレクサンドロス。しかも帰るって言っても、また来た道とは違うルートで冒険しながら帰るんですよ。違うルートってことは、平定されてない場所を通るので、また戦いをしながら帰るんですよね。しかもその戦いの一つでアレクサンドロスね、なぜか相手の城壁内に一人で飛び込んで敵兵に囲まれて瀕死の重傷を負うんですよ。それはそうでしょう。なんで一人でさ、敵地の中心に突っ込んじゃうのよ。あんた大王でしょ一応。まあやっぱね、アレクサンドロスは拗ねてたわけなんですよ。なんでこいつら俺の言うこと聞かなかったんだって。昔はこいつら俺のことアイドルみたいに扱って何したってついてきてたのに、勝手にどこにでも行けとか何なんだよってなってるわけですよ。で、もう一回自分をアイドルにするためにはまためっちゃ活躍すればいいじゃんっていう超短絡的思考で敵地に単身飛び込んだわけですよね。で、結果瀕死の渋滞だと。なんかこのエピソードはね、全然褒められたものじゃないんですけど、アレクサンドロス。でも私めっちゃ好きなんですよね。アレクサンドロスもやっぱり人なんだなっていう、部下がついてこないことに対する危機感というか、挽回しなくちゃっていう気持ちが強くなりすぎて、ちょっとだいぶ意味わかんない行動しちゃうっていう。まあ大王はこの後無事回復して、遠征軍一行はペルシアの王都だったアッサンに戻るんですけど、ここで集団結婚式というのを行います。その名の通り、大王を含めて側近の部下たち約80人がみんなで結婚式をすると。結婚相手は大体アジア人だったんで、大王的にはこれも東方協調政策の一環だったんでしょうけど、残念ながらこの時結婚したマケドニア人たちは後々ほとんど離婚したそうです。大王は誰と結婚したかというと、なんとダレイオスの娘です。もともと捕虜にしてた人ね。ロクサネとは別に離婚したわけじゃなくて、この当時は一夫多妻制だから、まあこれはこれで OK だと。で、ちなみにこの時ヘファイスティオンはアレクサンドロスが結婚したそのダレイオスの娘の妹と結婚します。なんかよくわかんないんですけど、一夫多妻で2人の奥さんが姉妹同士っていう、まあなんかよくわかんないですね。で、その後さらに西へと戻るんですけど、なんとですね、途中で最愛のヘファイスティオンが急死します。これは大王めっちゃくちゃ泣いたらしいです。もうめっちゃくちゃ、この時も3日3晩泣き続けて何も食べなかったらしい。で、治せなかった医者を処刑にするっていう。で、その後は大規模な葬儀を執り行って、ヘファイスティオンのことをなんと英雄として祀っちゃうんですよ。ヘファイスティオン別に軍事的な活躍は全然何もしてないのにね、大王の恋人ということだけで英雄になってしまったと。ここら辺も大王の人間味が感じられるところですよね。で、またよく意味が分かんないのが、ヘファイスティオンの弔い合戦とか言って近くの山の中に住んでた人たちとね、戦い始めるんですよ。いや別にそこの人たちに殺されたわけじゃないんですよ、全然。まあ大王の持っていた行き場のない怒りをぶつけられたわけですよね、おそらく。そしてヘファイスティオンが死んだ次の年、紀元前の323年、
大王はついにバビロンへと到着します。バビロンに着いた大王にギリシア使節団が表敬訪問するんですけど、この時一大ニュースが伝えられます。何かというと、ギリシア諸国が大王を神として正式に認定したというものです。つまりこの時点でアレクサンドロスは本当に神になったんですよ。アレクサンドロスが追い求め続けた名誉欲のある意味終着点ですよね。これはね、英雄の子供として生まれて、で実際に英雄になって、英雄の中のトップになって、そして神になったと。神になったアレクサンドロスは、じゃあこれ以上何するんだってことになるわけですけど、なんとですね、なんと急死してしまうわけですよね。32年11ヶ月っていう超短い人生の幕を閉じたわけですよ。神になったと伝えられたそのバビロンでね、もうなんかすごいですよね。誰かが裏でシナリオ作ってんじゃねえのっていうぐらいできすぎた話ですよ。アレクサンドロスはそれまでピンピンしたのが、突然高熱を出してそのまま10日で亡くなってます。死因はマラリアとか肺炎とか、酒の飲みすぎで膵臓が機能障害を起こして組織が破壊されたとか、まあいろいろ言われてますが、結局のところよく分かってないようです。酒の飲みすぎってことだったら、ヘファエスティオンの死が関係してるかもしれないですよね。てか最愛のヘファエスティオンが死んだ次の年に死ぬっていうのもまたなんかあれですよね、運命的ですよね。紀元前323年ね、バビロンで死んだってことで、サニーのサンデーにバビロンで急死と覚えていただければ良いかなと思います。ということで、最後はかなり駆け足の説明になりましたが、まあ、大王の人生も同じぐらい駆け足だったということで、でアレクサンドロスがね、築き上げた広大な大帝国はこの後どうなってしまうのかというと、後継者に関しては大王が最強の者が帝国を継げっていう遺言を残したんで、アレクサンドロスの後継者を名乗る人たちが複数人現れて、血みどろの争いを繰り広げていくことになります。最低の遺言ですよね、これね。後継者のことをギリシア語でディアドコイというので、これをディアドコイ戦争と言います。やっぱアレクサンドロスは結婚が遅かったこともあって、まともな後継者育成ができなかったんですよね。というか、正妻のロクサネとは子供はできましたけど、大王が死んだ時にまだお腹の中だったんですよね。ロクサネとの子供が大王の死ぬ前に生まれてたらまた違ったかもしれないですけどね。ディアドコイ戦争についてはまた話がなくなるんで、今回のテーマではもう触れるつもりはないんですけど、結論としては、アンティゴノスとセレウコスとプトレマイオスという3人の有力者のもと帝国が分割されて、そのうち誰かがまた帝国を統一するわけでもなく、この後はローマという別の大帝国が現れて、最終的に飲み込まれることになります。ということで、アレクサンドロス自身が築き上げた大帝国は一代のみの、決して長く続いたものではなかったですけど、アレクサンドロスという存在はその後の西洋世界を中心にですね、各時代の武人、政治家、戦略家、思想家、技術家、そして国家君主などに大きな影響を与えて、まさに伝説として語り継がれていくこととなるわけですね。ということで、もし皆さんも今回アレクサンドロスの話を聞いて少しでも英雄思想に燃えた方はですね、ぜひ借金してサラブレッドを買ってどこかへ遠征に出かけてみてはいかがでしょうか。その前に、今回のテーマもご意見ご感想お待ちしてますんで、コメント欄に何でもいいのでコメント残していっていただけると嬉しいです。ということで、今回は以上です。この動画を少しでも面白いためになると思っていただいた方は、いいねとチャンネル登録のほどよろしくお願いします。ではまた。